ここは町中が笑顔になれるスイーツを売るパティスリーブルームーン。そこのお客さん、ラ・フランスのタルトは好き？そっちのお客さんは？ショコラムースが好きなんだ。でもあげない。食べたい人はうちのお店で買ってちょうだい。さあ今日も開店ですよ。ミュージカルブルームーンは、小さなケーキ屋さんがやってくるお客さんたちをスイーツで幸せにするお話だったんだ。まるで魔法堂みたい。それでオーディションの時、ドレミちゃん、ハズキちゃん、アイちゃん、モモちゃん、みんなのことを思い出しながらとっても楽しく受けられたの。だから合格できたんだと思う。って音符ちゃんは言ってた。もちろん私たちやマジョリカ、ララも招待されて、大きな劇場で生き生きと歌って踊っている音符ちゃんを見たんだ。すごいよ、音符ちゃん輝いてる。わしゃ涙が出そうじゃ。本当にね。テレビも新聞も音符ちゃんの活躍を脱チャイドル、大女優の予感なんて、ほんともう引っ張りだこって感じになったんだ。で、魔法堂の方はといえば、モンブランとミルフィーユですね。ただいま、ティラミス出来たてです。アイちゃんは相変わらず部活忙しいし、ハズキちゃんはバイオリンの発表会が近づいてたし、あたしとモモちゃんがレギュラーメンバーって感じ。ありがとうございました。今日も売り切れ閉店と。もう売り切れ？遅くなってごめんなさい。なあ、ハズキちゃん、ちょうどよかった。もうすぐバレンタインでしょ。モモコがバレンタイン用のスイーツを試作したんじゃ。そうなの？ほら見て。わー、たくさん作ったのね。うん、ガトーショコラは定番だけど、甘さ控えめで大人の味なんだって。ピンクのマジパンで作ったハート型のも可愛いわ。ここは生地のロールケーキにイチゴ、ハート型に入れたのもいいでしょ。チョコ味のマドレーヌやカラフルにアイシングしたチョコクッキーはギリチョコに良さそうだよね。うん、きっと売れるわよ。ところで、はずきちゃん、本命チョコはどんなの作るの？それは内緒。へえ。教えてくれ藤原、俺にどんなチョコレートをくれるんだ。やめて、モモちゃん。そういうドレミちゃんこそ、コタケくんにどんなチョコあげるの？コタケ？別に付き合ってるわけじゃないし、でもまあ友達だからギリチョコぐらいはあげるけどさ。それでいいの？本命チョコやれよ。モモちゃん、コタケだ。噂をすればね。もしもし、コタケ？え？アイちゃんが部活中に怪我？何それ、どういうこと？アイちゃんの怪我はアキレス腱炎っていう、アスリートにはよくあるやつで、前から少しずつ悪くなっていたらしい。普通の生活はできるけど、当分運動は禁止。もう間もなく陸上競技シーズンって時に、これは大打撃。でも携帯に電話してみると、まあ陸上やってたらこんなこともあるわ。ちゃんと直してシーズンまでに完全復活や。みんな心配せんといて。うん、わかった。無理しないでね。お大事にね。元気そうにしてたけど、本当は不安でいっぱいなんじゃないかな。うん、わしらを心配させたくないんじゃろ。そうよ、きっと。よし、みんなでアイちゃんが元気出るようなスイーツ作ってあげようよ。そうね、何がいいかしら。アイちゃんの好きなたこ焼き。え、たこ焼きみたいな丸いミニドーナツ作ろう。いいね、いいね。そうしましょう。こんばんは。音符、音符ちゃん大変なんだよ、アイちゃんが。え、アイちゃんの怪我のことを聞いた音符ちゃんもすごく心配して。私も一緒に作らせて。それにしても音符ちゃん、よく来られたね。
お仕事忙しいんでしょ？実はちょっと報告があって。何何？私ね、3月からブルームーンの海外公演に参加することになったの。すごいわね。海外ってどこでやるの？ロンドン、それからパリ公演もする予定なの。じゃあセリフは英語？そうなの。それがちょっと不安で。音符ちゃんなら大丈夫だよ。もう世界の瀬川音符だね。いや、めでたい。それなら音符のお祝いもしないとな。私への一番のお祝いはね、こうしてみんなと魔法堂でスイーツを作れることよ。音符ちゃん、いいこと言うね。アイシング作りは私に任せてね。せっかくだからたこ焼き型だけじゃなくてリングのやクリーム入れたのも作ろうよ。あ、じゃあフルーツ入れちゃう。いろいろなドーナツができるわね。私たちの作ったたこ焼き風ドーナツは愛ちゃんに大受けだった。それから音符ちゃんの海外公演の話で盛り上がったんだ。愛ちゃんもバレンタインの頃には軽い運動ができるくらい良くなった。愛ちゃん、バレンタインのチョコすっごくたくさんもらったんだよ。わー、逆チョコ。女の子からもらうのって変な気分やけど、やっぱ嬉しいな。いや、うちの愛子は男前ですから。アメリカは男でも女でも好きな人にお菓子やお花あげるんだよ。それが本当のバレンタインだって聞いたことあるわ。ところでドラミちゃん、小竹にあのチョコやったんか？あ、はい、まあ、ギリですけどね。徹夜までした手作りチョコは？ギリチョコちゃうよ。うんうん。え、それは…で、小竹くんはなんて？さあ、小竹んちの郵便受けに入れてきただけだから知らない。Oh my god！ なんでやねん。もう、ドレミちゃんたら。だってそういうハズキちゃんこそ、昨日はヤダくんとおデートだったんでしょ。せっ、どうやった？うん、藤原、I love you って言われた？いやバレンタインのドタバタが過ぎ、あっという間に高校1年生も無事に終了。楽しい春休みが来た。ロールケーキ並べるね。パウンドケーキ焼き上がったわ。ほなクッキー焼こう。みんな春休みのうちにしっかり働けよ。ライバルに負けるな。最近近くに有名なパティシエのお店ができたもんで、マジョリカったら過酷な労働条件を押し付けてくるのさ。とほほ。お、みんなの携帯が鳴ってる。音符ちゃんだ。どのから？タイトルはパリの歌姫。一緒よ。読むね。もうすぐロンドンの公演も終わってパリに行きます。で、こっちでちょっと話題になっている動画があるの。フェアリー、ウィッチ、ディーバで動画投稿サイトを検索すれば見つかるから、みんなで見て。もし私の思った通りだったら、私も魔女見習いになった方がいいかもしれないわ。何を、音符が魔女見習いになる？パソコン、パソコン。夜だね。暗くてよく見えないけど、誰かが歌ってる？ここどこかな？あ、ここパリの凱旋門よ。それでパリの歌姫、パリのディーバなんだ。でもぼんやりしてよくわからないね。あ、ここにも、ここにもパリのディーバの動画いっぱいだよ。これもそうじゃない？凱旋門の他にルーブル美術館やオペラ座。パリのディーバの動画はパリのあちこちで撮られて投稿されていたけど、はっきり映っているものがなかなかなくて。これ他のより明るくてよく撮れてるわ。あ、ほら、満月や。この日は満月やから明るいんや。この動画の日付って笑う月の晩だわ。人間界と魔女界がつながる晩。それにこの曲。え、それってまさか花じゃ？間違いない、花じゃ。これは花じゃ。なんで人間界に来てるの？わかんない。でもネット
でこんなに広まっちゃって。このままやったら大騒ぎなんで、やめさせな。それで音符ちゃんが魔女見習いになる方がいいかもって。花を捕まえねばなるまい。うん。次の笑う月の晩に合わせて、私たちはマジョリカ、ララも連れてマジカルステージでパリへひとっ飛び。家族には魔法堂の慰安旅行へ行くと言って。夕暮れのパリは映画や写真で見るよりずっとずっと素敵に見えた。うわぁ、エッフェル塔だ。凱旋門よ。あれがオペラ座か。ルーブル美術館だよ。行こう。私たちはルーブル美術館の近くの公園で音符ちゃんと待ち合わせしていたんだ。音符ちゃん、みんな来てくれてありがとう。当たり前じゃん、花ちゃんの一大事だもん。マジョリカとララも来てるで。パリの魔法堂で待ってる。そうねえ、音符ちゃん本気なの？魔女見習いになるって。ええ、私は花ちゃんのお母さんだもの。みんなと一緒に花ちゃんを助けるつもりよ。そのためには魔女見習いになるしかないって決心したの。そっか、だったら花ちゃんが現れる前に女王様のところへ行かなきゃ。うん。私たちは笑う月が顔を出すとパリの魔法堂にある暖炉を通って女王様のところへ急いだ。では花ちゃんのためにもう一度魔女見習いに戻るというのですね。はい、私は魔女見習いをやめてからも自分は花ちゃんのお母さんだとずっとそう思ってきました。どうか私を魔女見習いにしてください。そんなにあの子のこと。実は私も花ちゃんが人間界へ行っていることは知っていました。そうだったんですか。ええ、できるなら見守ってやりたかった。でも危険すぎるのでやめさせようと思っていたところでした。ほな、あなた方全員が協力してくれるなら花ちゃんもきっと喜ぶでしょう。マジョリン、例のものを。は。マジョリンから指輪とタップをもらった音符ちゃんは魔女見習いに変身した。プリティウィッチオンプッチ。音符ちゃん、魔女見習いになってくれて嬉しいよ。やっと全員揃ったね。うん、花ちゃんのこと頼みましたよ。はい。ただいま。音符、ついにお前もお茶魔女が、はい、揃ったぞ。ランランラン。じゃあ時間がないから行くよ。おお、頼んだぞ。私たちはとりあえず凱旋門の上で花ちゃんが現れるのを待つことにした。でも一向に花ちゃんが現れる気配はなくて。これがパリの夜景か。放射状になってる大通りがそれぞれキラキラしてるわ。あの通りの路地を入ったところに美味しいタルトのお店があるのよ。わあ、パリのスイーツたくさん食べてみたいよ。パリってなんか大阪に似てんな。シャンゼリゼは御堂筋、エッフェル塔は通天閣よ。あれ、花ちゃんどこへ行くのかしら。とにかく追いかけましょう。うん、こっちだ。うん、あっちや。うん、エッフェル塔見て、あそこ。どこ。第三展望台よ。とにかく下に降りよう。私が飛んでって捕まえる。ダメよドレミちゃん。そうや、こんなに人が集まってんのに。こんな時こそ魔法だよね。ビーリカピリララ伸びやかに。パイパイポーンポイしなやかに。ホメルクラルク高らかに。ブルルンブルン涼やかに。ヘルーターペットン爽やかに。マジカルステージ花ちゃんを連れてきて。花ちゃん、ドレミ、花ちゃん、ドレミ、花ちゃん、アイコ、元気
こにしてた？ムンムン、いっぱい探したんだよ。ポップは？ポップは魔女見習いにはなってないけど、今度中学生になるんだよ。そっか、ずっとずっとみんなに会いたかったんだから。よしよし。それにしても、なんで人間界に現れて歌なんか歌い始めたのさ。え、それは。こんなことしてたらダメだってことは分かってるでしょ。うん、でもね、花ちゃん、ゆめちゃんに会いたいの。ゆめちゃん？誰それ？花ちゃんの妹だよ。それから私たちは花ちゃんの妹ゆめちゃんの話を詳しく聞いたんだ。花に妹がいるらしいという噂は前からあった。でも花ちゃん聞いたんだもん。ウィッチークイーンローズの花から100年に一度生まれる女王様候補の赤ん坊は一人じゃなくて必ず二人生まれるんだって。え、誰から聞いたの？魔法幼稚園の遠足の時、女王様の花園で会ったおばあさん魔女から聞いたの。それ本当かしら？でね、マジョリカとマジョルカも一緒に生まれた姉妹なんだって。何よ、マジョルカとわしが姉妹だと？まあびっくり。全然似てないし。めっちゃ仲悪いやん。それにね、今の女王様や先代の女王様、先々代の女王様にも姉妹はいたんだって。そういえば、先々代の魔女トルビヨン様が女王の座を降りた時、妹君の魔女バーグ様が後を継いで即位したと聞いたことがある。ほらね、花ちゃんの妹ゆめちゃんはどこかにいるんだよ。だからマジョリカに聞こうとしたのに、マジョリカったら。くだらんことを聞かずにしっかり勉強せい。マジョリカはいつも厳しいんだもん。当たり前じゃ。でもマジョルカなら酔っ払うと何でも話してくれるでしょ。だからマジョリカのことクビにして、マジョルカを後見人にしたんだ。なる。マジョルカ、酔っ払ったら知ってること全部話してくれたよ。お前というやつは、わしはてっきりお前で嫌われたかと。そうよね。ごめんね、マジョリカ。でもどんなに探しても魔女界にゆめちゃんはいなかったんだ。おお、そうなんだ。だからもうダメかなって思ってたら、ゆめちゃんらしい女の子がフランスのどこかにいるって聞いたの。それで人間界に来ていたのね。うん。だったらなんで一番に私たちのところへ来てくれなかったのさ。そうや、みんな力貸したのに。だってドレミたちに迷惑かけちゃいけないと思ったんだもん。あなちゃん一人で頑張ろうと思ったんだもん。はなちゃんがそんな風に考えてたなんて。ずいぶん大人になったわね。ほら、もう泣かないで。ねえ、みんなでゆめちゃんを探そうよ。でもどうやって探せばいいのかな。まるで手がかりがないんですものね。じゃあ女王様にお願いしてみようか。うん。私たちは女王様のところへ行って、なんとか花ちゃんがゆめちゃんに会えるようにお願いしたんだ。そうしたら。話はわかりました。そんなに会いたがっていたとは。ゆめちゃんは私の妹魔女アベニールと一緒に人間界にいるはずです。女王様の妹？ええ、ただ魔女アベニールは人間として暮らしたいと言って魔女の気配を消しています。あなた方の魔法では見つけられないでしょう。そんな。ですが諦めることはありません。私が人間界でユキ先生としてミソラ町で暮らしていた時、一度だけ魔女アベニールの気配を感じたことがあるのです。本当ですか？じゃあもしかして花ちゃんも。花ちゃんなら魔女アベニールの気配を感じることができるでしょう。花ちゃん、人間界にいたら花ちゃんゆめちゃんに会えるかもしれないってこと？花ちゃん人間界にいたい。これ、お前は魔女界での勉強があるじゃろ。やだ、花ちゃんゆめちゃんに会いたいよ。花ちゃん、ただこねないで。そうだ、女王様、花ちゃんがゆめちゃんに会えるまで人間界に留学させてくれませんか？人間界に留学？それや、きっと人間界で勉強することもたくさん
ただし条件があります。条件？花ちゃんが暴走しないよう皆さんがしっかり見守ってあげてください。それができるなら人間界への留学を許可します。ドレミ、花ちゃんちゃんといい子にするから。うん、任せてください。私たち頑張ります。こうして私たちは花ちゃんを連れて日本の魔法堂に戻ったんだ。うわー、魔法堂、前と同じ。ここもあそこもでもみんなは高校生になっちゃったんだね。そうだよ。で、嫌な予感。それなら花ちゃんも高校生になっちゃおうっと。けほろりんぴわりん、はなはなび、はなちゃんよ高校生になれ。牧畑山はな16歳、よろしく。それミスラ高校の制服じゃん。どうして知ってるのさ。魔女会にいる時も水晶玉でみんなのこと見てたもん。ドレミが中学の時コタケに振られたこととか、国立と国出し間違えたこととかもちゃんと知ってるよ。それからね、ほら、アナちゃん、ドレミが踊った。やらさー、ドレミちゃんマジに並んでもからかっただけじゃない。それでも許さー。やばー、ハナちゃん頑張れ。まあしょうがないわね。やれやれ、また厄介なことにならんといいが。本当にね。